はい、こんにちは、レトスノーノです。5月16日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。できると思うにせよ、できないと思うにせよ、その通りになる。これはフォード自動車の創業者であるヘンリー・フォードの言葉です。受験に合格すると思う気持ちが大切です。試験を受ける前から、今年は合格できないな、自分はもうダメだ、なんて考えていたら合格はできません。まだ5ヶ月もありますので、まだ諦めるのは早いです。絶対に受かると思い込んで勉強をしましょう。それでは3問に入ります。A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾なしに、A 所有の土地を持って弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。大仏弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。今回の問題は、債権者の承諾なしにと書いてあるので、これは誤りですね。債権者の承諾が必要です。で、大仏弁済っていうのは、簡単に言うと、お金を貸したら、お金で返してもらうのが常識ですよね。でもお金がない時に不動産とか債権などの別のものがある場合、その別のもので弁済する。これが大仏弁済なんですよ。まあ、漢字見ていただいたらわかるんですけども、代わりに物で弁済するってことですね。で、この場合、債権者の承諾が必要だということです。普通に考えてみればこれ当たり前ですよね。あなたがお金を貸した場合に、債務者が勝手に不動産で返してきたと。言ってもこれ困りますよね。この具体例考えたら当然だってことは明らかですよね。まあこれは理解学習の中でも解説の理解っていう部分なんですけれども、これも一つですよね。理解学習の一つです。まあもっと重要なのは問題文の理解なんですけれども、まあ無料の動画なのでその問題文の理解まではちょっとお伝えはできないんですけども、これも理解学習の一つなので、今後あなたがいろいろな問題にぶつかった時にこういった解説を理解をすると。いうことを心がけて、まあ、こういった解説はあまり載ってませんので、そういった場合はもう調べる。専門書だったりとか、まあ、ネットとかですね。で、調べるってことをぜひ行っていきましょう。短期講座では、こういったところ調べずに、私の方で解説させていただきますので、もうどんどん効率よく勉強できるということです。理解学習ができれば、どんどん実力は上がります。理解学習ができる、この短期講座を使えば、今年あなたも合格できるはずです。一緒に頑張っていきましょう。で、問いにですね、免許の要否です。地主 C がその所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理を C が行う場合、C は宅建業の免許が必要である丸か×かという問題です。答えは×ですね。地主 C というのは自分のマンションを賃貸して管理しているわけです。自らが貸主だったり借主になる場合っていうのは、宅建業の取引には当たらないんですね。また、管理というのも、これも取引に当たりません。つまり、C は、宅建業の免許は不要なんですね。宅建業の免許が必要な場合っていうのは、宅地建物、取引業を全てに該当する場合なんですよ。今回取引、これに該当してませんので、免許が不要だということです。で、問い3ですね。高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる、丸か×かという問題です。で、答えはこれ丸ですね。高度利用地区っていうのは市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るために定められる地区です。まあ、簡単に言えば空中部分、2階以上の部分ですね。これを有効に利用するために、小さな建物をできるだけ建てずに、比較的高い建物を建てていく区域です。そして、高度利用地区っていうのは、用途地域内に定めることができます。まあ、これもイメージできるとすんなり頭に入るので、短期講座ではどうやってイメージするかまで解説しています。このイメージがあれば覚えなくても答えを導けるはずです。しっかりイメージしながら頭に入れていく。また関連ポイントは一緒に頭に入れていく。まあ、こういった、これは技術というのか、ノウハウというのか、テクニックというのか、まあ、そういったものはね、できるだけ使っていきながら勉強を進めていくと効率的です。で、短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。そして、今開講している短期集中実力アップ講座。これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際、全く法律知識ゼロの中卒で、元とび職の方が、
たった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、全く法知識ゼロの方であったとしても一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になってます。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり考え方だったり答えの導き方、これを解説の中に入れております。なので、これを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。で、もちろん今現状ある程度、点数取れますと、合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい、そういった方っていうのはもうある程度実力あるんですよね。でも、ここを超えられないんですよね。この合格点までいかない、これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても弊社の短期講座の教材を使っていただければさらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり多少ミスをしたとしても合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で、一方である程度勉強している方であったとしても理解学習ができていないとどれだけ勉強しても実力が上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないといつまで経っても点数って伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない、これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあ、もちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げてできるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない、もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば合格できる確率も非常に高まってきますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。そしてこの短期集中実力アップ講座の具体的な内容についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。